技術から来る美しさってあるんです。でそれも知ってもらけ、あすごいなと圧倒される感じを受けると思うんです。こんなものをどうやって作ったんだ、美しいな。金沢という場所の歴史的な意味というのは文化でもって発展してきたところですよね。ここには作り手の歴史もあるし、美を守ってきた人の歴史もあるし、そういうところに日本の代表的な美術の一分野が、まあ、ランドマークができたというのはすごくこうメッセージ性が高いことだなと思っていて、これが金沢をさらに彩るというのはすごくこう心が躍る体験をさせてもらえるなと思うんですね。まあ、ニューヨークなんか見てると昔はね工芸イコール陶芸だった。今は竹も出てきたし金鉱も出てきたし漆も少し出てきてる。でそういうので少しずつ分かるようにして、その時は私らもやっぱり行かなきゃったらダメだなと思ってるんです。で工芸ってどんなものかってことを知ってもらう。で工芸ってどんなものって言われても技術から来る美しさってあるんです。でそれも知ってもらえる。でそれから現代に合うように作っていかなかったらダメだと思うんです。一般的な人の工芸に対するイメージというのは、まあ、使えるものというイメージが強いかもしれないんですが、実際にはこれはどう使うんだろうなっていうものも含めて の工芸ではあるんですよね。普段使うものではないけれども、そうではないところに心が動かされる体験というものを、これは私たちは捨ててはいけないんだと思うんですね。これが実は工芸分野の真髄であるんだと思うんです。時代の流れで来てるんだけど、昔だったら鳥がいて花がいてってそういうのになってきてるけど、そういう今はだんだんそういう創造性のを持たせるようなそういう作品作りがいいかなと思ってるんです。そういう意図を少し工芸館の作品から分かっていただきたいなと思います。工芸は工芸品であるけれども、人間のそういった人間関係の歴史でもあるんですよね。日本人にはなんか哲学がないとかってこう言われることがありますけども、それは明文化された哲学としては西洋哲学のようにはないかもしれない。だけど私たちには手の哲学があるんですよ、工芸という。でその手の哲学を見に来るというつもりでぜひ触れていただけるとすごく得した感じがすると思うんですよね。